Welcome back to Itsuka Morning TV. 今日も、アンプアップのオープニングのお祝いに、あれこの子誰だ？来たいの？はい、どうぞ。せーの。あ、来た来た来た。あの新入社がいますけれども。かわいい新入社。はい。今日はですね、ラブバイツからみやくがお祝いに駆けつけてくれました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、ここのスタジオはですね、5つのゾーンに分かれてまして、うん、ここはメタルゾーンです。はい、むしろ宮子のために作ったんじゃないかぐらいの、はい、ここにねフォトブックありますけれども、はい、飾ってもらった、はい、はい、そういう感じでちょっといろいろねこのスタジオを使いながら私も発信しますけども、宮子のいろんな情報も発信していこうと思います、うん、はい、最近どうですか、うん、暇やね暇やね私あのラブバイツのワンマンはしっかり見ましたけど、あ、ね、ゼップね来てくれた ね、うん、その後から結構そうです。その後大阪はギリギリライブやったんだけど、うん、名古屋と仙台と北海道は残念ながら延期ですね、6月に。でも6月もできるのかな、6月もね、分からんね、オリンピックは延期になっちゃったから ね、何度も、うん、何度もでもやりたいな、そうですね、何度もですね、はい、だから今宮子に直接会えない人はこういうね、うん、動画だったりとか、そうね、あとあれだよね、このこれがフォトブック前の、そう、去年出したやつ、ファーストなんです ね、私表紙しか見てないのでちょっと見せてもらってもいいですか、うん、あ、どうぞどうぞ、はい、かわいい、ほんとこれは何のギター、いつも使ってる、あ、いつも使ってる、ディーンのディーンのギター、うん、なんかあのライブのやっぱり照明で見るのとちょっと違う色に見えますね、うんうんうん、ジェロっぽく見えるね、これ買ってない人、私だけ今楽しんでますけれどもこういうあの大好きなスターウォーズの T シャツだったりとか、はい、これは今もうソールドアウト、ね、そう売り切れちゃった、ね、売り切れちゃったんですね、どうしよう、100冊ぐらいまたすろうか、ね、またすったら海外からの人とかはあ、ちょい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 買える、うん、買えるんですね、あのオーダー来るよ、それは都のウェブサイトで、あのうちのオンラインショップ の、うんうん、あのベースっていうサイトあるじゃん、 あれで作ってるんだけど、じゃ海外も大丈夫、そうそうそう、 You canYou know, purchase globally, so come to her website. Yeah. あ、夜の。これどこですか？これね、歌舞伎町。歌舞伎町だ。歌舞伎町。ですごいんで、歌舞伎町でバシャバシャバシャ撮ってたら、うん、みやくさんとか言ってファンの人に声が。あ、本当に。でもだって街中でギター持ってたらちょっと目立つよね。確かにね。で、部屋の写真もこれ。あ、そうそうそう。お部屋。もう引っ越しちゃったんだけど、前の部屋だね。これグランドピアノ。グランドだよね。マイグランドピアノ。あのライブで使ってたのは？あれはローランドの電子ピアノの真っ白、真っ白の、真っ白のね、あれかっこいいでしょ、すごい似合ってた、映えてた、映えてた、真っ白の衣装と真っ白のピアノで、うんうんうん、宮古基地ができてた、ね、そう、宮古基地、上手宮古基地ができてだいたいさ、あのライブに来るお客さんってこう、うん、宮古基地とか緑基地とか、うん、あ、まあ、あのこう推しの陣取ってるんですか、うん、そうだよね、うん、あー、来ましたね、これもディーン、あれこれはこれもディーンね、これね最初のではないのね、これ、あ、違う違う、あの変形 の、うん、変形型のこれも使ってますよね、使ってる使ってる、そうそうそう、これライブで全部の中の流れで 2,3 曲、2,3 曲、うん、使ってる、出たってね、出たってなるやつ重いやつですよね、そうそうそう、はい、おお、プロデューサー、プロデューサー、プロデューサーの、あの前お世話になってたスタジオでちょっといい感じのスタジオやったからちょっと貸してもらって、今回は、うん、あのこれの続き、続編、そう、続きっていうことで、まあセカンドのフォトブックのですね、名前をインフィニティポッシビリティズしたっけ、インフィニティポッシビリティ、無限の可能性、無限の可能性ですよ、はい、確かにあなたから無限の可能性を感じます、なりたいなみたいな、うん、でこれが結構なんか割と爽やか、うん、そうね、な感じですけど、今回は今回は、あの和とロックってとこでやってみた、うん、だからちゃんと着物っていうか、まあ、袴を着てるのもあるし、その着物をかっこよくその着崩して、はいはい、かっこよく着崩して、うん、ロックなこうショットだったりとか、はい、結構いろんな、うん、なんだ、新しい一面が見れそうな写真だよ、そうだよね、ここに今手元にはないんですけど、そう、まだ、はい、この放送の時ぐらいには届いてるかもしれない、うんうんうん、この時ってまださ髪の毛、うん、微妙に茶色い、微妙に茶色いもんね、長いし、今こんなに黒くなってるけど、その、うん、インフィニティは
辺雰囲気いつの時期に撮ったの？1月2月ぐらいでバババババって今年だ、うん、じゃあかなりそう、ね、12月1月3ヶ月ぐらいかけて今な宮子さんの旬な宮子さんの魅力わけですね。はい、それもオンラインで発売中ってことですね。ありがとうございます。で今着ているのも、うん、着てるのも宮古グッズ、ね、でもこれ枠に行くんだけどここにさ、はい、あるね自分のほらロゴがそう、ちょっとだからさりげないから。なるほどね、自分でも着ちゃうみたいな。これ植物とギターと女の人のそうマネキン。あ、ギターね。かギターはないんだけど、これギターに見えるこのくびれと。あ、本当？うん、あ、それたまたまかも。たまたまなんですか、うん、すごい持ってるね。ちょっと、はい、なんだろう、現代アートみたいな、うんうんうん、これは自分でデザインするんですか？なんか、いや、いつもデザイン手伝ってくれてる人がいて、うんうん、でもなんとなくあのうちイラストレートとか使えないからさ、こう汚い絵描いてさ、てかアナログでねアナログで描いて、なんかこんな雰囲気でなんか、はい、いい感じにブラッシュアップしてみてって言ったら、うん、これが来ました。ちょっと斬新、女の人が描いてる。いや、すごい、私も個人的にすごい好きです。あ、本当に、うん、うん、そう、うちもこれはね、しょっちゅう自分で着てるから。これのトレーナー版と、うん、T シャツとかも T シャツもいっぱいあるし、それはまだ売ってるんですか？あのね、4月5日から、うんうん、あの新しいデザインと、うん、あとこれも、うん、これ前に出したやつなんだけど、はい、受注生産しようかなと。いつも数少なく、はい、ぶっちゃけ何本売れるか分かんないから、うんうん、すごい少なく作って、まあ、秒で売れちゃってたの。だからすごい買えない人が多くて申し訳なかったから今まで、うん、だから受注生産にしてみた。すごいな、受注生産の方が大変そうだけどね、毎日。まあそう、ね、だから期限決めて、うん、その期限の最後の日にいくら注文が来たって言ったら、ね、発注して皆さん送ってって、ぜひあの余分に着る用と眺める用と眺めるのかね、分かんないけど、まあ、友達にあげるよ、あげてくれまあ、まあ、無理ない範囲でね、作れたら嬉しいですけど、はあ、え、サイズはどこから？サイズは S は作んないかな、 ML、XL、 ものによっては XXL までいってもいいかもね。でもさ、これ女性も好きなデザインだと思うよ、うん、こういう感じ。これぜひ S を作って。あ、S あった方がいい？うん、S あった方がいいと思う。じゃあ、あ、まあ受注だからね。そうだね、確かに。じゃあ S 作ります。リクエスト通りました。女性の方もぜひ、はい、お願いします。ワンちゃんグッズとかね。あの、ね、今回ね、今回ね、うん、ワンパの T シャツ作るの。作るんだ、ついに。ワンパくんは今日スタジオ来る予定だったんですけど、そう、ちょっとね、お休み。お休みです。え、ワンパの T シャツ、ワンパが乗ってる T シャツですか？ワンパのデザインのT シャツと、まあ、パーカーも作ろうと思ってるんだけど、デザイン的にパーカーが可愛いから。可愛いですね。モデル犬だね。モデル犬に仕立て上げたい、ね、仕立て上げたい。だってインスタもワンパ用のがありますよね。そうそう、あるある。そうそう、はい、ワンパ用にこのジャンボ君よく登場しています。なんかおっとりとしたおじいちゃんいるなと思ったらこの子ですから ね、はい、そっちも見てください。で今日はですね、このスタジオ、ちょっとここにスピーカーがあるんですけども、うん、このアンパップってスタジオはですね、クリプトンさんが、うん、いろいろなスピーカーを置いてくださってまして、これはケース55っていうので、あの Bluetooth なのにハイレゾを聴けるっていうオーディオなんです、うん、そう。ハイレゾとか聴きます？ハイレゾ、あの自分のほらラブバイツの音源とかは、うん、ハイレゾの音源をいただいて、あ、まあ、聞くことあるけど、はい、でもやっぱ違うよね、まあ、全然違うよね、うん、全然違う、まあ、パンチというか深さも違 う、 そうだ、うん、まあ、明らかに MP3 とハイレゾで聴いたらもう全然違うよね、うん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 、ワブとハイレゾやったらなんかあれかもしれんけど、うんうん、MP3 とハイレゾやったら結構みんなすごい分かるかもしれない。そうですね、うん、細かいやっぱりフレーズとか弾いてるから。あとなんかライブの時も思ったんですけど、音がやっぱ、うん、ラブバイトの場合分離して聞こえる方がすごい伝わってくるので、ハイレゾでぜひ聞いてほしいですね。で、うんうん、でこれの赤版もあってね、ミヤコが可愛いって言っていたね。あっちにあるね。なんでラブバイトをぜひこちらのスピーカーで聞いてください。そして、はい、ここにちっちゃいマニキュアみたいなのがあるんですけど、接点解湿剤って書いてあるね。そう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 、これがね、なんかよくイヤホンとかで、ちょっと古いイヤホンとかだとこうジリジリと音がしたりとか、うん、なんかこう回したらガリガリガリって言うよね。そうそうそう、回したらなるみたいな。ちょっとそういう困った時にこれを塗ると、うん、なんか電流の流れがすごい良くなるらしいんですよ。そうで、音がこう スムーズに入ってったりとかするらしくて、ちょっとね、今
みやこと実験してみたいと思います。どうぞ、うん、はい、これがバッテリーテスターチェッカーですね、うん、で、これ、はい、接点、これを電池に塗って、うん、あの電池がちょっとでも復活したりとか電流の中で良くなるかをチェックしたいんだな。じゃあ、みやこ先生はこれね、接点担当で、塗る担当でもいいかな。で、これまず普通の炭酸、測ってみます、うん、はい、見えるかな、これ少し使えます、使えません、うん、少し使えます、使えますって3段階です、うん、じゃあこれに塗ってみようか、塗ってみよう、はい、どういう具合になってんかね、多分薄くつけるんで、ここにちょっとマニキュアみたいな、マニキュアのベースみたいな、もちろん、うん、これは全体、うん、全体塗って、はい、ちょっと薄い黒いね、うん、そうだね、でこれいくよ、うん、でもさっき少し使えますだったのが、うん、はい、じゃん、少し変わらない感じがこれだとやっぱりあれですね、分かりづらい動画だと分からなかった、分からなかったね、出なかったですけど、まあ、あの簡易バッテリーチェッカーなので3段階しかチェックできないっていうのもありますし、うん、まあアバウトで、そうそう、あと電池もさ、こう使えます、少し使えますになっててもさ、どこのレベルの使えますかが分かんないから、うんうん、でもこれはあの科学的にちゃんと証明されていて、うん、あのちょっと専門的なあれなんですけども、あの、うん、クリプトンさんの説明も VTR あります、はい、どうぞ、はい、クリプトンの田中さんにちょっと聞いてみましょう、詳しく、こちら、はい、接点ありますけれども、はいはい、どういう働きをしてるんですかね、うん、金属の接地面っていうのは、はい、まあ、見た目はこう平らに見えてもですね、うん、顕微鏡なんかで見ると、はい、すごく凸凹があるんですね、実は言うとですね、うん、接地面ですね、でこれは今電池のところを見てもらってますけど、うん、はい、機械のいろんな端子ありますですね、うん、ああいうところの金属の接地面というのは実は凸凹があって、うんうんうん、その凸凹があった状態で、こう触れ合うと、はい、電気の流れがどうしても、100% にはならないということですね、うんうん、だからその凸凹の部分を、うん、この接点加湿剤というのをこう塗ってやることによってですね、はい、こういうふうなところにこういうところにこう塗ってやることによって、うんうん、その凸凹を埋めてあげるということですね、なるほど、考え方としてはそういうことです、でそれで接地面を広げてフルに電流が流れるようにするというようなものですね、でそうするとまあ電流の働きがすごい盛んになって、電流の流れが良くなって、で結局それが音質のオーディオ機器であれば音質の改善につながると、なるほど、なって残りが残量が少なくなったみたいな電池を、はい、例えばですね、うん、それをもう少しこう寿命を延ばすであるとかですね、そういうふうな使い方もできるというもので、実はクリプトの中でも隠れたヒット商品というですね、ロングランのヒット商品になってます、はい、こんな感じで、なんかいろんな人に人気みたいです、これは。なんか特にギタリストとか、うん、バンドやってる人もこうなんかジリジリノイズが乗っちゃった、シールドがっていう時に塗って、それで音が変わったなとかっていう、なんか聴感上は分かるらしいんですけど、私たちまだね、試してないからこれから。そうね、なんか初めてのライブとかで試したいと思いますけど、そう、試したい時にノイズが鳴るケーブルがないねんな、うん、そうなんだよねこんなになんかこれ試すのにノイズが乗るケーブルを欲しいと思ったことない、そう作れないしね作れないんでね、そういうノイズちょうど出るなっていうね、ケーブル持ってる方はぜひこれ試してみてください、うん、家なんかあれかも、家で眠ってるイヤホンとかさ、そうだよね、ちょうどいいかもとかなってるの、そう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 、うん、塗ったら大体ガビガビやん、そうそうそう、眠ってるイヤホンで、こういうのにこれ使えたよとかって報告してもらえるとすごい嬉しいですよ、ね、うん、はい、これ接点でした、じゃじゃんでした、で、はい、噂を聞いたんですけれども、噂聞いた、何の噂や、先生になったんです、あ、先生、そう、2020年から先生になってみちゃった、はい、おー、何の先生ですか、恋愛相談、いやいや、相談、自分が相談したいことがちゃうちゃう、ギターをね、うん、そう、教えてるの、今、オンラインで、で、ラブバイツのさ、ファンの人って、うん、こう昔、ギター触ってたっていう人がすごいなんか多い世代なのかな、うん、でも、なんか、まあ、社会人になってからは、もう全然やってないみたいな、うん、けどなんかその
地元またほらギタークニックとかちょいちょいやってたじゃん。あ、はい、そうそう。で、うん、やっぱそういう時にまたギター弾きたいなとか、うん、なんか、まあ、そういう機会が欲しいなみたいな声を結構いただいてたから、なんかそう教えてみて、うん、で例えばラブバイツのフレーズをこうやったら弾けるよってやったね、はい、弾けたら楽しいじゃん、うん、だからその贅沢ですね。贅沢、うん、本人から教わる、まあ、まあね、うん、そうだから簡単なフレーズから始めて、うんうん、これが弾けるようになったらこれが弾ける、これが弾けるようになったらこれが弾けるってことで、この曲のメインのリフが弾けるようになったねって言って、こう楽しみながら、ほらなんかさよくさ聞くじゃん、 F のコードでさ挫折したみたいな、ね、うんうん、F のコード弾けなくてもギター弾けるからみたいな。確かにね。そうそう、簡単でね。むしろフレーズの方が F より簡単な場合もあるよね。ある、ある、全然ある、全然ある、全然ある。そう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 、ここを使うからね。そう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 、なるほど、ね、じゃあちょっと未来の都を生み出すっていうこと、うん、でいたら嬉しいけどね。そうですね。なんかあのラブバイツの親父バンドみたいな全員そのラブバイツ完コピするみたいな。やばい、いや、いてほしい、見たいよ、見たい、すげえ見たい、まあ、楽器人はまだあのすごい音だけは見せれる可能性はあるけど、声がなかなかね、だいぶ男の人でハイトーン出さなあかんくなっちゃう。そうですね、オクタブ下げようかね。すごいもうダークなみたいな。ダークダーク曲変わっちゃう。そうかそうか、え、うん、そしてちょっとなんか私もあのね歌うけれどもギターも私なむので、うんうん、なんかそのレッスンとかちょっと再現してもらったり、いいよ、クリームだって簡単だ。いいよ、で本当にじゃあ、え、じゃあそうそう、今ここのスタジオ結構いろんなギターあるんですけど、うん、これギブソンの335、うん、はい、ヴィンテージですね。でちょっとあのメンテナンスが今当たってるんですけど、うんうん、ちょっとこっちフェンダーの、ね、そうテレキャスデラックスって言って、うんうん、どっちがいいですか。どっちがいい、どっち、どっちがどっち弾こう、うん、こっちでいいよ、あと近いから、うん、近いから、近いから、なんかギブソンもフェンダーのイメージもあんまりない。でもうち、うん、あれレスポール使ってたの覚えてない、 あれギブソンで、あれギブソンか、うんうん、あ、じゃあじゃあギブソンの方が親しみがあるかもね、うん、私は結構でフェンダーはすごい持ってますね、うん、まあそうだよね、うん、あ、じゃあちょっと教えてもらいたいと思います。はい。こんな感じでギターを持ちました。ギブソン、ギブソン都をギブソン都フェンダーいつか、はい、はい、対決はしません。教えていただきます。はい、はい、じゃあどうしようかな。いずかさんってさ、うん、絶対ドロップ D とかやんなくない？ドロップ D はね、全然やらないです、ね、そう、だからドロップ D をやってほしいなと思った、うん、ドロップ D？ ドロップ D は、ここ6弦目っていいじゃん、うん、を D に下げる、 D に下げる、だからここに中になるから、おー、ちょっと待って、これを、おー、よ、じゃあ D に下げよう、はい、はい、ドロップ D チューニングじゃん。普通さ、パワーコードって この形じゃん、うんうんうん、なんか、なんていうの、隣の弦を小指か、うん、まあ、人差し指か、はい、人差し指じゃねえな、これ何、薬指、薬指で押さえてさ、こう、何、一つ開けて、こうやって押さえて、うん、って弾くじゃん、そうじゃん。ドロップ D は、うん、この人差し指1個でパワーコード弾けるんだよね。ほら、これがドロップ D の楽しいところで、うん、このドロップ D のやつで弾けそう、すぐ弾けそうなフレーズがある、ある曲やつで、例えばフレーズは、おー、できるかな。私メタル超ビギナーだよ。はい、待って、1035653までいこうか。ね、先生の声が聞こえてる。じゃあ待って。0305065503。
で。次は。一緒で、その次が、六弦目の三音から三四五、五弦目の三、そう、そうそう、最初からいくと、イエスイエスできた。でできたらピッキング今全部ダウンしてるのオルタネートできたな。あの速さ的にさ、あのオルタネートになっちゃうから、その後ちょっとメタラーに近づいてきましたよ。なってきた、うん、これさ、もうちょっと歪まへん、沈んだ方が、沈んだ方がかっこよく聞こえると、ね、あの、はい、メタルだからさ、なるほどなるほど、あ、これでお、来た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 、悪い音、それそれそれ悪い音来たよ、それそれそれ悪い音来ました。あ、めっちゃ歪むやん、もうちょっとボリューム上げて。あの最後は、だってね、ここまでいくじゃん、最後は、おー、そこに最後に、そう、あのブリッジ目として沈む、沈ましてみようか、分けてみよう、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。これめっちゃごまかしてますからね。もうちょっと早くしてみる。もっと早くいくの、すごい、もうちょっと早い、やばい、1、2、3、4、初メタルどう？超楽しい。っていう感じで、なんかあれだね、悪い感じじゃなくて元気が出るね。元気出る？元気出る。ああ、よかった。いいね。そう、こういうフレーズを。頭を振ってほしい。頭を。そうね。なるほどね。そう。今これはもうメインのフレーズなんだけど、うん、ほら急にメインのフレーズやっても弾けない人いるじゃん。うんうん、だからこっから。あの引き算したフレーズをうち2個ぐらいいつも用意するの、はいはいはい、でめちゃくちゃ簡単なやつ、うん、それをもうちょっと毛が生えたやつにして、うん、でメインのフレーズを一緒にだからこう一緒に今みたく、うん、テンポをめっちゃ遅くから始めて、うん、BPM5 ずつ上げていきながらこの原曲のスピードまで行って、はいはい、行くってことね、そうそうそう、今原曲のスピードとどのぐらい最後下がったの？
原曲は、原曲はね、どうかな。ぐらい、はい、すごいですね。例えば他のフレーズで最初簡単なのからやるのだと、今今月やってる曲でさ、っていうドロップ D のこのフレーズがあるんだけど、いっちゃん最初は、要はここまで行ったらさ、パニック起こすみたいだから、本当は最初のだけ。先生の生徒たちはレベルが高いと思います。あ、本当？だって、あ、でもそれ、そうだよね、それできなくない？普通なんかね、だってもう簡単なのでいくと、あ、でもいっちゃん最初とかは、めっちゃいっちゃん最初のね、あのオルタネットピッキングとはみたいなとか始めたとかからやったりとかしたね、いっちゃん最初。でもうちの生徒さんって言ったら、生徒さんかは結構、まあ、なんかその前に触ってたことがあってっていう。そうか、じゃあそれで感覚はどのぐらいなの？1ヶ月に2回だから、まあ、なんとなく2週に1遍みたいなってことになって、はいはい、ああ、じゃあ2週から練習できるわけ。そうで、うちのレッスン、うん、アーカイブ残してるから、うんうん、なんていうの、今入会しても、うん、そのいっちゃん最初のレッスンができるわけだ。そうそう、見れる。なるほど。じゃあその、ま、今何回ぐらいもやってるんだろう？1、2、3、4、5、6回ぐらい。6回ぐらい、うん、で6個アーカイブがあるってことだね。で、そうじゃあ1日1個練習して、うん、上手い人はね、うんうんうん、で1週間で、うん、なんとなくみんなに追いついて始められる、うん、あ、全然できる。そういうことが。余裕余裕で、別にその生放送見てもその場で弾けなくてもいいもんね。そうそうだよね、うん、それでアーカイブに残って追いついたらそれをやるとか。だからこう動画の中でこうどんどんスピードを上げていくから、うん、まあ、ゴールが例えば180だったけど、うんうん、まあ、140引けたらあのとりあえず合格ラインだねっていうのをいつも言ってて。そうか、そうそう。へえ、ちょっと面白いね。ここであの実践編を私見て楽しい、うん、本当。なんかむしろメタルファンじゃなくて、うん、普通のこうね、うんうん、音楽ファンにこう教えてほしい、メタルを。あ、へえ、面白いですね。そうそれはどこでは、うん、やってる。そのあのフェイスブック の、 あのページってあるじゃん、うん、はい、あれの機能を前使ってて、うん、だからその入会してもらったらそのページに誘導して、はい、あ、でその中で見てもらって。じゃ入会は、みやこのウェブサイトとか。そう、あのツイッターとかにリンク貼ってるから。あ、じゃあ ここまで、ね、あ、じゃあここやった、これやったかった、ね、そうそう、ね、で海外の人とかはまだ。あ、でもフェイスブックだから見れる。そうかそうか、うん、じゃあ入会はできる。そう、全然できるけど、うん、ただ日本語でほぼ喋ってるから。わかりました。ほぼてか日本語喋ってるから。 Her lesson is in Japanese at the moment だよね。でも、so. もしいたら、うん、But she will try to speak English like if youWant to communicate with her in English. だから、yeah, like welcome global friends. Yeah. So, 海外からもサブスクライブできますので。ほら、生放送してるから、生で見れる人は、うん、あのコメントでやり取りしてるわけ。そう、だからうちがこれ弾けたとか、はいはい、これなんとかだねとかって言ったら、うんうん、この回答がコメントでバーって流れてくるから、はい、そのコメントでこうなんだこうコミュニケーションで。取れるじゃない。そう、まあ、アーカイブだったらそれは無理だからさ。あ、そうか放送したものを見てもらうだから、ちょっと私がでも入会したら危ないね。全部私のコメントで埋まるから。だってこれどうなの。ここの会話になっちゃう。めっちゃグイグイ来るやん。この人グイグイ来るね。もう私 の、 あのニックネームドロップ D にする。ドロップ D です。めっちゃ気に入ってるやん。すごいね、面白いね、うん、初メタルだった。本当、うん、ありがとう。いいえ。そうはい、そんな感じでね。なんかみやこ他にニュースは？ニュース、うん、これが新しいフォトブック出して新しい T シャツも出して、もしかしたらさ、こことかさ、あの、うん、アンプアップパネルがあるんですけど、みやこスペシャルでね、グッズとかポップアップショップ的なこと、ポップアップショップ的なのね、やりたい。開けたらいいよね。それでこれも実際にその配信を生で見てもらえたりね、うん、すると、うんうん、面白いよね。楽しい。このソーダが遅かったら、うん、すぐやろ。そうだね、すぐやりましょう。私のポップアップショップもお楽しみに。でラブバイトもね、あのまたライブがすぐできるといいね、うん、6月ね、うん、やめたね。
だね、それはちょっと天の水を知るという感じだから、そうだね、皆さんあのコロナに気をつけて、ね、手洗いうがいしっかりで、世界中の皆さん、はい、もうギターにアルコール消毒したいぐらいでね。あ、いいのかな。わかんない。レモンオイルまでだね。レモン、そうだね、アルコールはちょっと厳しいかもしれません、ね。まあ、あの宮子も今後また出てもらうと思うので、こんな企画をやってほしいとかあれば、ね、うん、ぜひリクエストしてください。今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんまたね。See you next time. Bye. It was Itsuka and Miyako. See you. Bye. Sunshine through the window. Itsuka Morning TV.